OK、ミーティングがやろう。このグループで勝ち続けること、それを目的として今回もミーティングをやっていく。俺たちのロードマップ、俺たちの目的、その前にやるべきこと、やるべきこと、ね、まずはそういう気持ちのところ、メンタルのところ、十分に準備をして、責任感を持って、それぞれが行動をするということ。いい、ナショナルチームだということね。それぞれのクラブから代表して来ているということ。俺たちは最終予選のために、その前のこの2試合で、この大前提のもとに、攻撃をして、守備をして、その精度をもっともっと上げていく。攻守においてそれぞれのタスクがあるぞ。OK。それをしっかりと整理してね。練習でも、試合でも、明確に自信を持ってピッチの中に入れるように準備をしていく。OK。終わろう。なんか爽やかになったよ、ね、いやもう切りました新規一点お願いします。ちょっとお久しぶりです。おー、こんにちは。お久しぶりです。俺も合ってるんだよね。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、お久しぶり。怪我なし。はい、なんで OK。 お疲れ様です。はい。お山田さんお疲れ様です。ようようと来たね、表情が。なんかちょっと、あれその髪型ちょっと、隙間けあって。俺、訳あって。訳あって、昨日はちょっとそうですね。昨日からそう。おかしいな。俺が知ってる樹はそんな髪型してなかった。まあ、いろいろあったんで。オッケー、スカウト。おいおいおいすっかり高いな。おいおいおい職人です。おい職人。はい、久しぶり。はい、お願いします。シュート惜しかった。はい、お願いします。まあ爆発してください。ええじゃない。頑張ります。久しぶりです。次以来やろ。去年天皇杯やったかな。覚えて、一昨年かな。でも、プロデビューしたのがここやったんですよ。はい、なんでちょっと楽しみ。おい、早しろよ、おい練習やって、練習早よ。なんで俺じゃ、俺も来て、じゃ俺も来てびっくりしちゃう。相手に対応できる。
けて、受けてパス、受けてパス、チェンジ。よし、ポジション、セットアップ。ゴー。そんな見てくれてた俺も。嬉しいね。はい、頑張ってください。そうですね、選手は結構ハッサンで、まあコミュニケーションを取りながら馴染んでいけたらなっていうふうには思ってます。ホテル入ってみんなに会って、なんかやっと実感したっていうか、緊張感が一気に出てきたなっていうのは感じました。自分が持ってるのを本当に出して、自分はもう本当に結果こだわりながらやりたいなっていうふうに思ってます。お疲れ様です。まあ、やっぱりオリンピック出場っていうのは日本代表と日本を代表として戦う上では絶対条件だと思いますし、まあ、アジアの戦いは絶対そんな簡単にいかないと思うので、個人個人こういう大きい舞台を備えた最後の2試合今から戦わないといけないので、まあそういう個人のっていうよりはやっぱチームとしてその2試合に向かって全力で勝ちに行くっていうところを目指してやっていかないといけないかなって思ってます。そうですね、去年の競技大会以来なんで、まあ5ヶ月ぶりくらいとかですかね。いや本当驚きでしたね。正直呼ばれると思ってなかったんで、まあただ嬉しかったです。オリンピックに向けて、まあ、アピールできる本当に限られたチャンスなので、まあ、ものにしてやろうっていう気持ちで来ました。同じぐらいです。札幌今日大雪降ってる、はい、めっちゃ積もってたグラウンド。でもすげー足で雪降ってますよ。もう向かってきてるもん。今回ボグボで。え？今日から。ああ。始めました。だからちょっと猫噛むんだよね。ただ普段こんな人じゃないです。こんな人です。いや今回はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。もう出来上がってくる。でかいな。あんま変わらないの。寒っ。オッケー。ありがとう。通じ込みやな。通じ込みやな。なんか思う。びっくりしよう。入れた。俺高いファンや。俺も。俺もめっちゃファン。もう今日がどうだった？俺めっちゃファンやで。何やめっちゃファン。マジでやめてください。憧れてるもん。もう感謝の気持ち確かに忘れない。サポーターも今日来てるし、みんなの雰囲気、声掛けだとか練習の強度とか正確性とかね、みんなにいい意味でね、こ
こうアピールできるようにうまいなとか、なんか楽しそうだなとか、雰囲気いいなとか、そういうことを感じてもらえるようなトレーニングしましょう。受け入れば最高、はい、行こう、行こう、はい、グランドバロー。広がる広がる、カイト使って使って、これも3対2ありがとうございます。そうですね、まあ、アジア予選の最終調整というか、本当に最後の大切な遠征だと思うんで、まあ、内容もそうですし、やっぱり結果にもこだわって、ここでいい勢いをつけて、大会に臨めればいいなと思います。自分はそうですね、まあ、パリは大事だからやっぱ考えちゃうんですけど、そんなに考えすぎずに、目の前の試合に勝てるように、一試合一試合取り組んでいければいいなと思いますし、やっぱりサッカー選手としてその根本にある目の前の試合に負けたくないとか、目の前の相手に負けたくないとかっていう気持ちを大事にしながら勝負にこだわってやっていきたいなと思います。です、まあ、久しぶりだし、うん、定着メンバーってわけでもないので、まあ、何か爪痕残して、はい、また湘南に戻れたなっていう、はい、気持ちで来ました。スポーツの祭りみたいなことですかね。なんか後ろにハイゴレいるな。はい、なんかいますね。何カッコつけてるんですか。今回初めてだ。そう、昨日初めて会いました。え、そうなの。そうなんです。仲良くない。結構来ますね。いや、こっちが来る。結構来るんで、まあ、はい、答えてあげてるというか。引っ越した。あ、引っ越したです。まあでもみんな仲良くこうやって表上ではやってますけど、まあ、裏では結構バチバチなんで、まあ、絶対にこいつにはこいつを蹴落としてでも自分がメンバーに入る私生活から削っていきたいなと思ってます、うん、まあでもって言ってますけどね、優しいですよ、一番優しい。いい先輩、いい先輩だけどね、まだまだ2日目なんで、これから同じ神奈川市民として、県民として、今回は協力し合いたいと思います。あ、なるほどね、はい、一緒に行けたらいいですね。そうですね。ブレーキブレーキブレーキ、そうする、大好。
疲れ様です。そうですね、まあ全員今日からやっと揃ってすごいいい雰囲気でやれてるなっていうのを実感してます。本当にこの2戦が、まあ、最終調整というかチームとしての最後の試合になるので、しっかりアジアカップ2戦に向けたいいシミュレーションができる2試合にしたいと思います。ありがとうございます。一番個人的に感じたのは、まあ、上手ければ勝つわけじゃないんだなっていうのはすごく感じましたね。まあ、特にそのイラン敗退した、まあ、ベスト8のイラン相手イランでしたけど、まあ、テクニック的にはもしかしたら日本の方が、まあ、ここは上だったかもしれないけど、でもゴールに迫る迫力は明らかにイランの方が上だったんで、やっぱり自分たちも次アジアカップ戦うときはそのゴール前の攻防というところを本当に制圧しないといけないなというふうに思いましたね。お疲れです。まあ、ミーティング含めてすごくチーム一体となって、まあ、いい雰囲気で練習に臨めていると思います。まあ、オリンピックに直接つながってくる、まあ、すごく大きな大会だと思ってますし、まあ、本当にもう勝ち上がることだけしか、まあ、このチーム発足してからもうオリンピックに出場するだけじゃなくてオリンピックでメダルを取るというのを目標にしていて、まあ、そこのアジア大会を勝ち抜かないと、まあ、そこの出場権さえ獲得できないので、まあ、何が何でも突破しなきゃいけない大会だと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございました。大きくですか？あ、お願いします。写真いいですか？いいですよ。お願いします。いけるか？山田風紀って言ってた言ってたずっと聞こえたのずっと聞こえてたってすいません、ポッツ。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。まあ、まず自分としては、まあ、すごく悔しい結果には終わってしまったので、うん、やっぱその借りはしっかりこの最終予選につなげないといけないと思ってますし、まあ、改めてまたアジアの難しさっていうのは今回のアジアカップで学べた部分ではあるので、うん、まあ、そこは絶対にこのパリ予選のとこにはつなげていきたいなと思ってます。セットプレーのところもそうですし、全力で日本を倒しに来るっていうところは、まあ、圧みたいのは感じたので、まあ、そこは一番、うん、試合に出てもそうですし外から見ても感じたことかなと思います。まあ、もちろんその予選に向けて最後の2試合になりますけど、まあ、まずオリンピック出場を決めているチームからしっかり勝つってところは非常に大事だと思っているので、まあ、自分も結果にこだわってやっていきたいですし、うん、まあ、日本のサッカーファンの皆さんにいいニュースを届けられるような結果を残したいなと思っています。